皆さんこんにちは。日本聴導犬協会と申します。日本聴導犬協会は1996年から長野県の伊那保健所からの推進を受けて、保護犬の中から選んで聴導犬の育成を始めました。2001年からは聴覚と肢体に障害のある方からのご依頼で介助犬の育成も始めました。これまでに聴導犬30チーム、介助犬10チームになりました。現在、働いている聴導犬は12チーム、介助犬6チーム、合わせて18チームのアフターケアも継続しています。聴導犬は聞こえない方に生活に必要な音を教えるお仕事をしています。介助犬はお体に障害のある方の生活のサポートをしています。聴導犬、介助犬に希望される方がいらっしゃいましたら、お気軽にお相談ください。それでは聴導犬と介助犬のデモンストレーションをご覧覧ください。介助犬はお体の不自由な方の生活をサポートする補助犬です。お体の不自由な方の脳のご病気や脊椎や頸椎の損傷など様々な要因がございます。このようにおみ足が車椅子に乗っておられますと、おみ足が不自由なんだなということが想像されるかと思いますが、それだけではなく腹筋や背筋、握力が弱いという方が多くいらっしゃいます。そのため介助犬にどのようなお仕事を希望されるかとお聞きしますと、床に落としたものを拾ってほしいというものが多くございます。例えば食事をされる方も多くいらっしゃいます。ですが握力が弱いため、お皿の縁に少し当たっただけでも落としてしまうということがございます。一度や二度なら、ヘルパーさんやご家族に拾ってもらうんですが、5回も6回も落としとなると、ヘルパーさんは忙しく働いていて声がかけにくいということがございますし、ご家族は早く握って、きちんと握って早く食べてよとつい言ってしまいがちです。ですので途中でお食事を諦めてしまうという方も多くいらっしゃいます。そんな時にヨシ君のような介助犬がいましたら、スプーンを拾ってくれますので、その様子をご覧いただきます。カードを拾ってもらうというものをご覧いただきます。日常生活でも、クレジットカードや住民カードなど、使用することが多くなってまいりました。こんな時に落としてしまうということがあるかもしれません。ですが、クレジットカードは悪用される心配がございますし、住民カードにしましても、個人情報を盗まれるということがあるかもしれません。ですが皆様ご想像できるかと存じますが、このような薄いカード、日頃私たちでも、取るのはとても大変かと思います。
例えばテーブルの上に置かれたカードを拾い取ろうと思いましたら、このように爪を立てて取るということだったり、スライドさせて端まで落として拾うということが考えられるかと思います。このような薄いカード、よし君がどのように拾ってくれるかご覧いただきます。お体の不自由の方の中には体温調節が難しいという方がいらっしゃいます。夏の暑い時にお年寄りが熱中症で運ばれたというニュースをこの夏もよく聞いたかと思います。同じように体温の上昇に気づかずに熱中症になってしまうという方もいらっしゃいます。そんな時に靴下を脱ぐという行為だけでも体温の上昇を抑えることができます。ですが靴下を脱ぐという行為はつま先を持って引っ張り上げるという仕草になりますので、とてもバランスを崩しやすいものです。このような時によし、じゃあスリッパテイイエス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 イッドーイエス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 イ。そんな時にこのようなスマートフォンや携帯電話というものは非常時の連絡ツールとしてとても大事なものと考えております。ですがやはり握力が弱いため、カバンから取り出す際についうっかり落としてしまうということがあるかもしれません。そんな時に無理の体勢で携帯電話を拾うと手を伸ばしたりしますと車椅子ごと転倒してしまうという可能性もございます。このような時によし君のような介助犬が言いましたら上手に拾ってくれますので、その様子をご覧いただきます。聴導犬がその音を聞いてこの音源のところまで導いてくれるというものです。そうしまして、音のところに来ますと、お鍋に火をかけていたんだな、お風呂のお湯をためていたんだなということに気づくことができるということです。それではその様子をご覧いただきます。
お耳の不自由な方にお声をかけても気づくことはできません。お耳の不自由な方は、例えば床をドンドンと鳴らしたり、電気をパチパチとつけたり切ったり、またはふっと髪を小さく丸めてポンと投げて気づいてもらうなど、さまざまな工夫をされております。そんな時に赤ちゃんのような聴導犬になりましたら、呼んできてもらうことができます。その様子をご覧いただきます。赤ちゃん、赤ちゃん、障害者の方の割合を調べになったそうです。目の不自由な方が一番亡くなった割合が高いと思って取材を進められたそうですが、実はお耳の不自由な方が一番亡くなった割合が高かったそうです。理由の一つとしました。地震は体で感じることができますが、その後の津波の情報というものが町内の音声放送のみだったということに要因があります。テレビの文字放送もファックスも携帯電話の通信も当時はパンクしておりましたので、町内の音声放送のみが津波を伝えたということになっておりました。ですので、地震の後お家の片付けに帰られた際に津波にあって亡くなられたという方が多くいらっしゃったようです。理由のもう一つとして、お耳が不自由な方は外見からお耳が不自由だということが分からないといったことが要因に挙げられます。ですが、このように聴導犬と一緒におりますと、聴導犬がお耳が不自由な方を知らせてくれるリスコミュニケーターとしての役割がございます。聴導犬があの家にはいるから、お耳の不自由な方がいるんだな、そしたら一緒に危険を知らせてあげて逃げなければというご近所の方の思いに至ったかと存じます。そして当時は電気も通信もパンクしておりましたので、インターホンももちろん使えません。そういったときに、ドアノック、窓でも、ドアでも、どこでも、ノックして、危険を知らせるということがとても有効になってきます。その様子をご覧いただきます。間や何かに熱中しているときには気づかない可能性がございます。聴導犬は自分で音を聞いて音を教えてくれますので、逃げ遅れを少なくすることができます。聴導犬はお耳の不自由な方の命を守る役割も果たしております。